皆さんこんにちは、いつです。本日もプロスペースやっていきます。本日の企画はこちら、モスク登場になる OB 第5弾の予想をしていきます。まずは前回同様、 OB を予想していく上で基準を話していこうと思います。まず1つ目ですね、外国人 OB で出たポジションは出るということです。はい、これは前例があるというあるので、まあ、これは確実にあると考えています。2つ目、 OB チャンピオンシップとのポジションかぶりはあるのかというところなんですが、まあ、これはありましたね。ですが、まあこれはちょっと広島の場合特別だと思っていて、あの TSで今年 DNA で被りがあったように、そういった感じで、まあ、普通の OB と変わらないと考えていますね。はい、で続いてポジションかぶりはあるのかっていうところなんですが、先ほど言った通り、まあ、OB チャンピオンシップは普通の OB と同じと考えているので、まあ、前例が出ましたよね、そよぎさんと野村健次郎さんですね。ですが、まあ、ここは基本的にはないのかな、例外的に野村さんとそよぎさんの OB のかぶりが出ただけで基本的にはないのかなと考えています。では続いて野手と投手のバランスですが、まあ、こちらは最低どちらか1人いればいいという形で予想しています。例を挙げると投手1人野手4人でもいい、まあ、今年の場合は投手1人野手5人ですね。まあ、その場合でもてかもうあれですね、広島はもうそうなっちゃいますよね、絶対的にですね、投手が1人も出てないんで。ですが、まあ基本的にはちょっと野手と投手のバランスはあるんじゃないかなと考えています。続いて内外野のバランスなんですが、まあ、これは基本的には偏ってないと考えています。しかし例外的に2019の巨人は内野手のみというところがあったので、まあそこまで基本的にはないという形ですかね。はい、では続いて早速ですが OB の予想をしてきたので話していこうと思います。ではまずホークスからですね。ホークスはこの荒垣さんを予想しました。980制球59スタミナ74ですね。でまあなんといってもこの球種ですよね、リアタイ向きで、まあ、もし当たってくればリアタイで使う人も多いんじゃないかなと思ってます。まあ出てくればですね。でまあもう一つ言い忘れてましたが、 OB 第5弾を選ぶ上で一番趣を置いたのはリアタイで使えるかということなんですよね。でもうすでにベスト9タイトルホルダー1弾2弾3弾全部出てしまいましたよね。それでリーグのために OB 第5弾を引く人はそこまで多くはないんじゃないかなと思っています。なのでリアタイ向きの投手やリアタイ向きの野手が多く来ることを予想しています。なので今回ホークスの予想は荒垣さんとさせていただきました。対抗としてセッツさんですね。この能力よりはちょっと上がってくると思ってるんですけど、まあこの二種シンカーですよね、まあ、ちょっとリアタイで面白い球種をしてるんでですね。でまあ特殊能力ももう一つつきますね。はい、あともう一人いるんですよね、対抗が。それは松中さんですね。まあ別に松中さんが来てもおかしくないんですよね。まあオビちゃんを OB と考えるなら松中さんが来てもおかしくないんですよね。なんでまあ一応候補としてあげておきます。ミート84、パワー84、走力53です。でパワーヒッターですね。でファースト61、補給も60と安定してますよね。でパワーヒッター、プリヒッター、存在感、まあミートもパワーも上がりますし、いつでも上がる特能ですよね。なんで結構どの打順にも置きやすいバッターだと思います。はい、なんといっても平成唯一の三冠王が3年連続で来ないとなるとちょっとホークスファンは悲しみますよね。なんでまあ松中さんが来てもいいと思っています。はい、では続いてロッテの予想をしていきます。ロッテはこの西岡剛さんを予想しました。弾道中弾道、ミート83、パワー69、走力78ですね。でまあショート守備が73の B と、で補給は特殊で D とかなるんですけど、まあこの辺の能力が変わってくるかもしれませんね。アベレージヒッター、走塁と、一番下何がつきますかね、これおそらく西岡さんですよね。はい、まあ西岡さん、まあ山内さんとかも迷ったんですけど、まあ内野手が結構少なかったんで今回は内野手にしてます。まあ、少ないといっても里崎さんが来てるんで、まあそこまで変わんないんですけどね。はい、先ほども名前が上がりましたが対抗としては山内さんですね。まあ、山内さんも OB 第5弾なんで全然来るとは思いますけど、まあどうすかね。まあ5弾、まあリアタイ向きの選手を出すってなれば山内さん来てもいいんですけど、まあ今回はまあ、対抗として挙げさせていただきます。そしてもう一人、2人目の対抗として成瀬選手を挙げさせていただきます。まあ、スクリューを持ってるんで結構リアタイでもちょっとロッテ純正の方は面白いんじゃないかな。でまあコントロールタイピン持ってるんでですね。でまあスライダーも結構曲がると、これ多分成瀬選手ですよね。はい、これ成瀬選手ですね。でまあ2人目の対抗として成瀬選手を挙げさせていただきます。はい、が続いて西武ですね。西武の予想として鈴木健選手を挙げさせていただきます。ミート79、パワー75、走力54ですね。で高弾道でサードの守備は D なんですけど、チャンス選球眼、アベレージヒッター、結構使いやすい特殊能力や能力をしてますよね。まあ、結構、まあ、当たったら DH とかでおすすめになってくる選手ですかね。はい、でまあ対抗として新規予想で、まあ、清原選手ですね、がまあ5弾で来ますかね、どうなんですかね。まあ来てもおかしくないとは思っています。なので清原選手を対抗として挙げさせていただきます。まあアーティストでリパー AA とかで来るんですかね、まあ、その辺の能力で来ることを予想しています。はい、では続いて楽天は福森選手を予想させていただきました。抑えですね。で9位77、制球66、スタミナ59と、はい、ナックルカーブとかフォークとか結構リアタイ、そうですね、あれですね、ちょっと使いにくいんですけど、まあなんか初見で対戦したらちょっと球種わからなくて
打てないとか、まあ、カットボール1とかですね、スライダー1とかピッチャーいそうだなってナックルカーブ持ってるんでですね、結構ナックルカーブってまあ抑えれるんですよね。でフォークも結構大きいんでですね、でシュートもあると、まあ、結構全球種使って抑えれる形になりますかね。はい、で福森選手を予想として挙げさせていただきます。で、まあ、対抗としましては肘沢選手ですね、ミート76パワー60走力83低弾道なんですけど、守備が B ですね。で守備がいいんですよね。捕球も A になりますし、まあレフトセンターライト全部守れますよね。で守備積極と、特殊能力はチャンス回持ってるんでですね、まあ、プラス7ずつ6ずつぐらいですかね、なんで上がるんで、まあ盗塁走塁なんですけど、まあ結構外野の守備固めとかそういう形でリアタイで使えてくると思うんでですね、結構まあもし累計とかで当たれば残しておいてもいい選手になるんじゃないかなと思っています。肘沢選手は対抗ですね。まあ、他にも投手の候補として、まあ、市場選手とかですねがいると思うんで、まあ、その辺の選手も来てもおかしくないですよね。全然登場してないんでですね、この辺ですね、長谷選手とかですねが来ても全然おかしくないのかなと思っています。はい、市場選手ですね。では続いて日ハムの予想をしていきます。日ハムは大杉さんと予想しています。これは結構まあ確率高いのかなという感じですね。はい、前回誰でしたかね。前回の OB 第4弾は西崎さんでしたね。なんでまあ、結構大杉さんの確率は高いのかなと。パワーヒッターパワー型のパワー A の選手が個人的には来ると思うんですけどね、どうですかね。まあ来たら結構あれですね、日ハム純正の方はリーグ的に必須になってくるんじゃないかなと思っています。でまあ対抗としましては張本さんですね。あ、ここにもありますね、張本さん。まあこれこの能力は結構魅力ですよね。まあ守備がいいなんで DH とかに置いときたい能力ですよね。まあ、アベレージヒッター降格チャンス、まあ、長谷川選手と同じ能力なんですけど、まあ、特殊能力はですね結構能力上がってくれるんでですね、でまあ高弾道ですね、結構高弾道打ちやすいんでですね、まあ、張本選手を対抗として挙げさせていただきました。はい、では続いてオリックスの予想をしていきます。オリックスは石井博選手を予想させていただきます。弾道アーティスト、ミート79パワー80走力60と、でファーストの守備も C と、まあ、補給も最低限ありますよね。で、まあ、一応サードも守れると。アーティスト選球眼チャンスと、まあ、最低 OB5 段、まあ、1人はアーティスト来るかなと、まあ、で、まあ、誰が来るかなって考えた時にあんまり他の候補いないんですよね。なので、まあ、石井さん OB 第5段オリックス枠で来るんじゃないかなと思っています。で、まあ、他の候補としては大石さんですね、まあ、セカンドの選手なんですけど、まあ、守備が B で打撃のサンスでも BBA と、まあ、悪くない能力ですよね。なので、まあ、結構来てくれたら嬉しい人もいるんじゃないですかね。そしてもう一人として加藤選手ですね。まあこの選手も結構ミートめちゃくちゃ高くてですね、アベレージヒッターを持ってるんで、でパワーヒッターにもなりますよね。なんで結構使いやすい能力してくるんで、まあでも加藤選手が来るなら石井選手なんじゃないかなと個人的には思っています。はい、では続いて巨人の予想をしていきます。巨人は桑田真澄さんを予想させていただきます。まあ、先発の投手で9位79世紀83サミの85で、まあ、今年から NPB のコーチに復帰されたので、まあ、今年来年から OB のあれですね候補から外れてくるんですけど、今年までは一応 OB の候補ですよね。で、まあ、球種としてはストレート、スライダー、シュート、ドロップカーブ、スプリット、まあ、どうすかね。ちょっとドロップカーブをうまいこと使って抑えていく形になりますかね、リアタイでは。はい、でまあ、コントロールタイピン持ってるんでその点は結構いいですよね。はい、でまあ対抗としましては、まあ、他の先発投手ですよね、牧原選手や江川選手とかですねが来るんじゃないかなと、他の候補ではですね。でまあ外野手もあるんじゃないかなと思っています。なんでまあ先ほども対抗を挙げさせていただきましたが、張本選手ですねもまあ来る可能性もあるんじゃないかなと思っています。はい、あとはまあ高橋由伸選手とかもまあもしかしたら目玉枠として来てもおかしくないんじゃないかなと思っています。では続いて阪神の予想をしていきます。阪神は岡田さんを予想させていただきます。ミート82パワー81とで、パワーヒッターで守備がセカンド B です、あ、C ですね。で、まあ、パワーヒッターチャンスサヨナラ男、まあ、こんだけセカンドで能力高くて、まあ、パワーヒッターとか、まあ、現役にもいますけど、まあ、OB では高いですよね、能力が。で、まあ、守備 B、守備 C なんですけど、まあ、裏捨てもそこまで低いというわけじゃなくて、まあ、最低限守ってくれるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、ファーストとかで置いても、まあ、補給高いんでですね、問題ないかな。パワーヒッターチャンスサヨナラ男と、いいですね。はい。で、まあ、他の対抗としましては掛布さんですね。まあ、その2人のどちらかかなと思ってます。掛布さん結構連続で登場してるんでですね、で岡田さんは何年か空いてるんで、まあ、岡田さん来てもおかしくないかなと。なので岡田さんを本命で対抗として掛布さんは挙げさせていただきます。では続いて中日の予想をしていきます。中日は山本昌さんを予想させていただきます。9位82制球80スタミナ81全同値いけますかね、ちょっとあんま分かんないんですけど、ちょっと調べますか。スタミナ V
プラス全動じゃいけない能力ですかね。スタミナプラス請求プラス1はないですかね。さすがに違うか。請求プラス1請求プラス2スタミナプラス1ですね。まあ確かなかったんで、まあ全動値はいけないんですけど、まあ給油請求動値もいけますし、給油スタミナ動値もいけますしね。まあ結構汎用性が高くて、まあ最悪リーグ勢の方でも取る人はいるんじゃないかなと思ってます。なんでまあ山本昌さん一応候補として挙げさせていただきます。でまあ他の候補としては星野千一選手ですね、も結構全動値いけますよね。なんでまあ来る可能性はあるのかなと思って候補として挙げさせていただいてます。はい、では続いて DeNA の予想をしていきます。 DeNA は吉村優希さんを予想させていただきます。ミート66、パワー81、走力69と、まあ、パワーヒッターですね。だけどまあもうちょっと能力上がってもいいんじゃないかなと思ってます。はい、吉村選手は OB 第4弾でも予想させていただいたんですけど、いやさすがに大魔神が来るのは5弾だと思ってたんで、まあ OB 4弾で、まあ、吉村さん来てもおかしくないのかなと。今確か独立リーグとかでプレーされてると思うんでですね、まあ川崎選手も出たんで、まあ吉村選手が出てもおかしくないかなと。西岡さんもそうですよね。はい、でまあ対抗としましては駒田選手ですね、もうあんまり出てないんですかね。ファーストの選手で、ファーストで守備 B で補給も80と、まあめちゃくちゃ能力高いですよね。まあ、ちょっと特殊能力は満塁の場面とかでしか最初は上がらないんですけど、まあ守備ファーストの守備でですね取る人もいるんじゃないかなと個人的には思ってます。なんでまあ駒田さんを対抗として挙げさせていただきます。では続いて広島の候補を上げていきます。広島は北ペップさんを予想させていただきます。はい、まあ請求型なんですけど、まあ、これ2016年のものなんで、まあ、結構能力上がって、まあ同値とか狙える能力になってくるんじゃないかな。まあ他の大野さんとか津田さんとかも可能性あると思うんですけど、まあ一番北ペップさんが登場しないんでですね、北ペップさんかな。でまあ対抗としましては外小馬さん来ませんかね。 OB 第5弾なんですけど、まあリアタイ向きの投手が何人か来てくれると思って、まあ一応対抗として外小馬さんを挙げさせていただきます。では続いてヤクルトの予想をしていきます。ヤクルトは古田さんを OB 5弾の予想として挙げさせていただきます。ミート80、パワー78、走力67、でまあなんといっても守備とかで、守備ですよね。特殊で適正 S、 補給 A、 スローイング A、 肩 S と、まあ、完璧すぎますよね。まあ星20丸も持ってますし、チャンス存在感は結構能力上げてくれるんでですね、結構まあ城島さんの打撃には劣りますけど、まあ結構1試合を通じて出せれる選手なのかなと。まあ守備の面では古田さんが上なんで、まあどっちを取るかですね。打撃に趣を置くのか守備に趣を置くのか で、まあ古田、まああれですね、田淵さんと古田さん、まあ城島さん、そのあたりになってきますかね。1試合で使うとなるとですね、でまあもうヤクルトはもう対抗とかないですね。古田さん一択だと個人的には思ってます。まあ、古田さんが来ない OB なんて考えられないと個人的には思ってるんで、まあ、古田さん一択ですかね。個人的には OB 第4弾と第5弾しか予想してないんですけど、どちらも最後の方だったんで、まあ、結構予想はしやすくあったのかなと。なんでまあ来年のですね TS1 弾とかは結構まあ一人も当たらないんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど、まあ、結構もう予想とかしてるんでですね、 TS の予想もですね、でまあ個人的に TS でまあ、この選手が来るなとか思ってるのあるんでですね、まあ、この選手は来ないだろうな、まあ、そういう条件とかを個人的にそういう規則性があるのかなと思って予想してるんで、まあ、TS の予想も楽しみにしていてください。でまあ今年のベストナインタイトルホルダーですねは、まあ、1人しか獲得できませんでしたね。まあ、結構まあ個人的に使える金額も限られてくるんでですね、でまあ OBTS は確実に取りたいと思ってるんで、まあ特別レアリティベスト9とかセレクションとか、まあアニバーサリーとかエキサイティングですね、そういった、まあ、特別なガチャあんまり引けないんですよね。じゃあまあ収益化とかして、もしですねもうちょっと見てくれる人が増えて収益化とかできたら、まあ、どんどんですね皆さんの参考になる動画とかがより多くできると思うんでですね、まだチャンネル登録とかしてないよって方はぜひチャンネル登録してほしいですね。もしチャンネル登録とかしてくれて使えるお金が増えていったら、まあ、もう少しリーグとかにも力入れたりですね、このメインアカウントでですね他の選手も残したり他の球団の選手も残したりして、まあもっともっと活動の幅が広がると思うんで、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ぜひ友達とかにもこの人おすすめだよとか勧めてくれると嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また OB が登場した時に結果ですねを見ていこうと思います。それではまた次回、伊豆でした。